あ。次は、二つくらいでしょ。いや、ここじゃなくていいから、三つでも二つでもやったらいいんじゃない？もう、十ずつだから、四ついけんじゃねえ。待て、落ち着け。十二、任務。うん、いいんだよ。一個でも進めていけば。いやー、でも明日でもやるか、これ。カフェのあれをあげないと、あげた方がいいんだけどな。ああ。行こうぜ。行こう。今5まで。ちょっと気になって。作戦開始。大丈夫。私についてきて。リーダー、社長であるこの私にふさわしいポジションね。依頼を始める。楽勝だったわね。移動するわ。
逃がさない。これは募集したやつだから、さっさと行くぞ。どう、かっこいいでしょ。移動しようか。楽勝楽勝。あ、ありがとうございます。そうですね、なんか土日くらいでもなんか1試合か2試合でもなんかできればな。映像面で良くなるんですよ、 YouTube メリット。これが上かな、入るで戦うのかな、これ。始めよう。さらに次の位置へ。これはいかが？まだまだ寝れる。さあ、準備はよろしくって。起動するよ。ランディング用グレネードだよ。一旦かかる。ではご褒美タイム。さて、先生は何をくれるのかな。出発しよう。まあしょうがないよね。国を5やって認められるスタミナの量を増やして、まあ90くらい増えるんで、まあ、1日っていうか、展開量が増えるんで、イベント残り12日か13日で少しでもイベントのあれ回すと、相手できれば取りたいん で、 でチャレンジがこのところできなくなってきてる原因、多分装備なのかな。レベル的には余裕なんだけど、スキルもそこまで悪いわけじゃなさそうなんで、基本477とかだから 5の10が一番いいんだろうけどね。この辺のステージはハードじゃないんで、まあ今のレベルだったら本当にチャレンジが高難易度になっちゃってるっていう、装備を見つめ直した方がいいかな。気になるイベントに向け、先生の指揮のおかげ、レベル的なものは上がってんだ。あ、レベル上がってるわ、76になってる。神秘と爆発のステージだ。依頼を始める。楽勝だったわね。移動する。うっしゃ、
ッシュ。さっさと行くぞ。覚悟します。移動する。さあ行くぞ。うん、いるやっぱ鍛えて、いるのとあげながら、素材の関係だから、ボイルイベントでとりあえず、あげられるところあげて、それはしょうがない、オーパーツの関係が出てくる。教科書とかは別に、総力戦とかあればなんとかなるんだが、オーパーツだけ要は、どうにもなんねえからね。装備だね。多分装備を限界のところまでステージ進めば装備取れる量が増えるから、 T の5まであんのか6まであんのか分かんないけど、まあ 4以上は確実に目指さない。今2だから弱すぎんだろうな。私はこれはもう爆発でいいんだよね、基本的に。ここのステージまで行くのはしんどいから、さすがに12は最低イベント後だな。だから13、14、15、そう